おの人の命は地球の未来。動画をご覧の皆さん、こんにちは、おたはです。今日紹介するお茶は、これだ救急戦隊555スーパーミニプラ特急武装ライナーボーイだ <laughs> おー、全国の超激世代戦隊ファン、ガング野郎、集結せよ 今回の動画が面白かったら、チャンネル登録と厚い高評価、どうぞよろしくお願いします。それから、ちびっこもぜひ、大人と一緒に見てね。それでは、早速レビュー行こうライナーボーイ。パッケージこんな感じで、あのね、大きいですね。びっくりした。で、これが当時のやつ。じゃーん。どう懐かしい気持ちに浸れるよね。こういう、なんていうのかな、当時のパッケージをね、オマージュするところが、いつもこう、遊び心があっていいなと思います。 もう本当に箱の大きさは、あ、ごめん。うん、大体、ほぼ同じぐらいですね。少し大きさ違ってるけど、うん、いい感じ。で、横から見るとこんな感じで、少し薄くなっています。はあ、やっぱりね、あの、555といえばライナーボーイでね、大事、大事。まあ、あの、当時のね、箱との比較はこんな感じです。これもね、プレイバリューがとにかく高そうです。パッケージの背面。 もう当時のデラックストイ、もしくはね、劇中同様に、もうライナーボーイがね、もうマックスライナーや、ちょっと順序間違えちゃったけど。<laughs> まあこんな感じで三段変形します。で、さらに、ビクトリーロボとね、合体、このようになります。マックスビクトリーロボ。あこれさ、当時のデラックストイを知ってる人だったら分かると思うけどね、こう足が離れてて、プロポーションめちゃくちゃいいです。 さあ、それで開けるぞ。カッターナイフを使うときは気をつけてね。開けろ。開けろ。ほうほう。あ、ランナーがね、結構入ってる。じゃーん。こんな感じだね。まずは本体の美味しいラムネ。<laughs> 今日こそこれ食べます。ほう、ちょっと見ていこうよ。ああ、ぎっしり入ってて、成型色がね、ホワイトとかあ、ゴールド。そしてね、このブルー。 あこのブルーいい色だね。それからグレーにブラック。で、ところどころね、おなじみの部分塗装が施されています。今パッと見た感じね、ここがシルバーで塗装されてたりとか、フェイス部分ですね。はあ、いいね。あ、表もね、ここの部分が。腕のところだよね。あの、マックス・ビクトリー・ロマンのところのね <laughs>、えー。そこがシルバーになってたりとか、次、二袋目、こんな感じですね。ブルーがたくさんあります。 これはね、結構組み応えあるんじゃないかな。結構大きいかも。ビクトリーロボがこんな感じで。はあ、やべえ。<laughs> めちゃくちゃワクワクするな。そして、これが最後ですね。ステッカー。お、量が結構多いですね。後ろにもあります。お、おなじみの、これこれこれ、あの、なになに あの、ソーラーエネルギーをね、吸収するしそうな、うん、あの、独特なホログラムになってます。こう、当時品のデラックストーリーみたいな感じだね。おおそれからね、マックスビクトリーロボのフェイス、ーパーツですね。おライナーボーイ、うん。これも塗装済みになってます。はあ。あとはね、説明書が入っています。さあ、今日もね、パチ組みで、じっくりね、この変形プロセスを楽しみたいね。組み立てると、こうなります。 おーできたーパッチ組みでゆっくり組んで、あー2時間かかったかどうかっていうぐらいだね。かなりサクサクと組めました。まあ僕はあ、比較的あの組むのが早いんでね、あんま参考にならないかもしれないけど、2時間半ぐらいでできるんじゃないかな。で、ステッカーすべて貼りました。で、これね、 これいいよね。昔の玩具みたいになっててあ。なんかさ、これ余白部分が結構あるからさ、こういうの取っときたいよね。<laughs> 何かあった時に使えるんじゃないかなと思ってさ、こういうの結構取っときたくなります。シールの台紙。で、これがね、強化合体、マックスフォーメーションする時にね、こうライナーボーイに、こうライナーシャトルにこうビクトリーロボが捕まるんだけど、その時のハンドパーツ、後でお見せします。それからね、マックスビクトリーロボになった時のこの腰。 まえー、マックスノバのね、あの必殺技のところの部分を差し替えるパーツ。これがね、付属していて、最後がこれ。ライナーボーイの目がついているやつ。これはシールを貼ったものと、こう選択式になっています。さあ、それではね、見ていこう。6人目の選手だよね。弟分のライナーボーイ。この携帯がマックスライナーと言います。いいね。もう本当に昔のデラックストーリーをちょっとこう小さくしたような感じとなっています。 パッと見て違うのはこのメッキのところかなちょっともう早速比較しようか違うんだよ母ちゃんジョーン一緒に並べるとこんな感じいいね気持ちブルーのカラーリングがこう明るくなっててよりこう劇中に近くなってるようなカラーリングと言えるかな、まあ、このメッキのところがこうゴールドのね、えー、プラになっているとうんいいね、まあ、もうパッと見た感じは本当にあにダウンサイジング版といった感じだね それから他のものとも比較しよう。ゴーライナー。ね、まとい兄さんの。この1号のやつ。これと比較するとこんな感じで、ボリューム的にはこのゴーライナーのやつよりちょっと大きいぐらい。結構ね、ボリュームがあります。それから救急マシーン。これらと一緒に並べるとこんな感じ。うん、そうだね。今回のマックスライナーがね、一回り大きいです。さあ、ここからね、どんどん遊んでいこう。まずは変形。 マックスシャトルになります。ロックを外すと、ウィングが展開します。ここはね、クリックが、柔らかいクリックがあって、ここで止まります。ここを開いて、このようにすれば、じゃーんマックスシャトル。こんな感じです。いいねウィングがね、大きいです。で、ここに、ここね、引っ掛けるフックがあります。これは、ゴーラインーとね、連結するジョイントになっています。 じゃーん連結するとこんな感じ。かなりのボリュームだよね。で、こんな感じでね、救急マシーンをセットすれば、じゃーん今回の商品含めて、こう3つがね、全部で、全部ね、こう連動する。こういう遊び方ができるのがやっぱすごいよね。さあ、それではね、早速変形させよう特急武装 今回のライナーボーイ全部合わせてオタファテクニカルレベルズバリ全部合わせてズバリ4かなそんなに難しくないです。けどまあ4だからそこそこまあ難易度があるという感じですね。ゆっくり味わいながら一緒にね楽しもう。まずはウィングを元に戻す。こうですね。こっからスタート。基本的にはデラックストイとかあの劇中のまんまという感じですね。 アレンジが素晴らしい。まずはね、えー、これはね、ブラスターシールドと言います。これね、武器になります。ここを折りたたみ、ここからね、このパーツを展開し、こう、全面に持ってくると。こうですね。さあ、そしたら、今度は機種を取り外す。さあ、そしたら、ここを開く。あ、そう。で、ここでロックされてるんで、このブルーのパーツを下に、 下ろすすとこうロックが、ね、外れますそしたらこれをこれがね腕になります前方に持ってきてここで持ってきてロックこれ持ってくるとさらにねここでも曲がりますこれすごいよね反対側も同様こうこういう感じですねここに関節がありあ可動軸がありここに関節があるって感じ面白いです そうするとね、このようになります。さあ、そしたらね、頭部。このブロックごと上に持ち上げ、さらに、この中のパーツ、これを180度回す。ここでね、勝ちピタッと止まるところがあります。で、こういうふうになります。で、このブルーのカバーを元に戻し、さっき取り外したあシャトルの機種、これをここに、このように、 取り付けて、あの、昔のデラックス問いう版でね、まずはお見せしましょう。ブラスターシールドを手に持たせれば、完成ライナーボーイ、参上ああ、特にね、難しい変形はないですね。もう昔ながらのスタイルといった感じです。そう、僕たちの知るライナーボーイっていうのはね、こう、問いは、この足が繋がってるデザインです。こんな感じになってます。で、後ろ。 うですね。早速ね、えー、ちょっとね、アップグレードさせましょう。一回これ取ります。まずはね、何ができるか。そう、足おお、ここね、開くんですね。で、えー、細かい可動範囲なんかはね、ちょっと後で改めて見ていきます。足を開くとこんな感じです。あ、でね、この足首。ここは独立してるんで、こういう感じ。こう、足首の、この、スイング軸がありますね。こういう感じで、 こう設置させると。おー、いいね。いやー、これ見たかったよね。足が綺麗に開くライナーボーイ。最高です。こんな感じです。ちょっとね、近くで見ていこうか。まずは上半身、およびトープラップ。この時点で、色分けプラの色分け以外は塗装されていて、シールがあーないです。このシールないのいいね。で、さっきお見せした目があるやつ。 これはね、このフェイスカバーごと交換します。胸部。いいね。このエネルギーを吸収するところですね。あの、敵のその攻撃をここで吸収し、こう、跳ね返すみたいな。このシールの質感がとてもいいです。ゴ5ゴファイブのマーク。この辺はあ、シールですね。ここら辺はね、後で説明しようと思うんだけど、塗装派の人はちょっと大変かもしれないです。ここね、あの、ジョイントになってるんですね。 で、後でこれ取るとわかるんだけど、ここはこう、ブラスターキャノンみたいになってるんだけど、ここはね、塗れないんじゃないかなと思いますね。で、ここのシールが綺麗。ここもシールになってます。こう、ちゃんとモールドがあるんでね、こう綺麗に貼るとこう、立体感が出てきます。バーニアの部分。ここはね、このスラスターの部分は、シルバーで塗装が施されています。うん、とにかく素晴らしい。ここら辺もね、塗装です。 ちょっと可動範囲ざっと見ていこうか。えー、頭部がね、えー、ごめん。ここの付け根回っちゃうんだけど、ここ自体がね、ボールジョイントになってます。かなりね、グリグリ動きます。一応上下もできます。こんな感じで動き、腕。ここの軸が可動し、腕がね、横に開きます。さらに、えー、ここにロールもあって、で、肘が曲がる。かなりね、細かく表情をつけることができます。 で、えー、いわゆるね、えー、これが腰ですね。サイドスカートに当たる部分がこう、足という解釈でいいかなこんな感じでね、ちょっと開きます。で、さらに、えっ、ー、と、さっき言ってた部分なんだけど、一回これ取ろう。うん。ここはだから濡れないのね。ジョイントになってて、よーく見ると穴が小さい、広い。つまりこのメインのジョイントはこの外側になっていて、これではめて、 この内側が広いっていうのは、こう、要するにこう、ちょっとこうスイングできるわけですね。こんな感じ。だから、足のスイングはここになります。それから、膝。えー、肘、えー膝、えー、膝。ごめんごめん。<laughs> ここが、あ、関節になってるわけです。こういう感じ。こういう感じで膝を曲げることができます。まあ、なんていうのかな。ちょっと無理やりではあるものの、僕、すごいんじゃないかなと思いますね。アクションさせると、こんな感じ。 ちなみにね、マックスビクトリーロボのフェイスカバーはここに入っています。このアレンジすっげー面白い。だからいろいろいじってると、こう新しい解釈のライナーボーイだなという感じがしてね、本当に楽しいです。それから、バイザー越しに目が発光している状態の、このシールを貼ったやつと交換するとこんな感じですね。まあどちらかね、あのお好みで選べます。 このバイザー交換するとき、結構パーツに渋みがあったりとか、小さいパーツなんでね、取り外すときは気をつけてください。次は、比較。ビクトリーロボと一緒に並べると、こんな感じ。そうだね。えー、ボリューム的には、あだいたい頭の高さは同じなんだけど、ライナーボーイの方がちょっと大きく見えるね。まあ、だ、劇中ではちょっとライナーボーイが小さい設定なのかな。まあ、だいたい同じぐらいですね。それから、グランドライナー。後ろに置くとこんな感じ。 うん、やっぱね、グランドライナー圧倒的にでかい。そしてやっぱグランドライナーといえばね、やっぱライナーボーイが、こんな感じでね、こう立ってるイメージがあります。ライナーボーイ、参上もう、まあ、こんな感じで、あの <laughs>、少し無理やりだけど、うん。あの、あ,あの,の、頭の、頭というのかなこの、なんていうかなこの、肩周りというのかなうん。ここにちょうど乗せることができます。はあ劇中だともうちょっとライナーボーイが小さい感じだけど、 いいんじゃないかななんかこう、劇中の雰囲気っぽくなります。さあ、お待たせ今日のメインだね。この2体が合体します強化合体それでは行こう !MAX フォーメーションこれ今ちょっと外れちゃったんだけど、ここの切り掛けのところに、この差し替えた手首がぴったりこう、合うような形になってます。この状態だとスタンドがないとね、あの、自立はできないですね。まあこういう感じになると。 というわけでね、童心に帰りながら、ゆっくりね、味わいながら行こう。まずは、このね、ライナーボーイは、マックスライナーの状態からスタートします。で、まずはね、あの、バラバラにします。機種を取り外し、このね、ブラスターを取り外す。そしたら、反転、この重厚の部分を、こう出すと。こういう感じですね。 このようにします。さあ、そしたら、このキッシュも分割します。やり方的にはね、先に、こういう風にやって、この先端の部分をこう、ゆっくり外してあげるといいですね。各部、ピンが細いところがあるんで、気をつけたいところです。こう、グレーのパーツを、前に持ってきてから、こう、引き出してあげる。これがね、カターマーになると。どんどんいこうで、ここをね、バラします。 バラすときは、こっち側に、あの、テンションがかかってるんで、少し、こう、ねじりながら、こう、たわましてあげると、まあ、ちょっと待ってね。<laughs> 結構硬いです。ちょっと、あの、編集しないで、ここはお見せしよう。こういう感じで、外します。そしたら、えー、ここのロックをね、まず外す。こで、これはね、ブルーのパーツは上に、上げたまま、 この腕だった部分を開き、この角度を変えますこ。ここの根元もね、稼働するんで、押さえながら動かしましょう。こういう感じですね。さあ、そしたら、あ合体した時にここの角度が変わるんで、これをぐるっと回す。こういう感じ。僕は、うーん、手でもできるけど、まあ、爪楊枝でちょっとやっちゃう方が早いかな。うん、こういう感じになります。これがね、えー、胴体になります。さあ、そしたらね、どんどん行こう。 ここを、さっきの膝関節のところ、ここからぐるっと下に下ろし、このパーツを取り外す。これもね、ピン、ピンでしっかり接続されています。反対側も、このように外します。そしたら、ここを反転させると、拳が出てきます。いいね、こう、巨大な専用の拳があるわけですね。 そうするとね、このようになります。あとでね、ちょっとね、アップグレードするところがあるんだけど、最初はオリジナルのやつで行こうじゃないか。そしたら、ここは曲げたままにし、この中にね、マックスビクトリーロボのヘッドギアが入っています。これ、ジョイントとしては、これどうなってるかっていうとね、こここの時ですね。ここにちょうど、あーこのサイドの部分がね、こう噛み合ってるような感じです。こうね、片側にこう入ってるっていうのが面白いです。で、これは取って、 そ,さあそしたら、あ、ごめん、一回もうバラしちゃった。<laughs> ここをね、引っ張ると、せーの。ん硬い。まあ、これもね、このまま、ありのままお見せします。ここがスライドして、こういうふうになります。判定側も同様。 ちなみにね、ここをあの保持するロックがないから、ちょっとグラグラします。こういう状態になる。これでね、えー、お待たせ。ライナーボーイはね、合体準備状態完了。さあ、そしたらね、ビクトリーロボ。これの合体準備。拳を収納。反対側も収納し、上下を分割。で、えー、合体ジョイントがこれなんですね。これを収納しておきます。か。で、 足。このつま先を伸ばしておきます。こ、は、う、あ。これでね、全部の合体準備状態完了。ちょっと並べ直しました。こういう感じになっています。さあ、合体させていくぞ。まずは足。足の接続はどうなってるかというと、これをこのまま刺します。刺して、この後ろ側、それぞれの両足に穴が開いてるんで、このブルーのパーツの凸で、これをね、合わせる感じですね。こう。 このように合体させます。安定側も同様。よいしょ。こう。これでね、接続されました。さあ、そしたら今度はお腹の部分ですね。このパーツは、ここの部分を開く。こう。これがサイドスカートになるような解釈ですね。こうこういう風にします。で、 ライナーボーイの頭部がちょうどこの股間の中に入るように配置し、ここでね、3箇所ロックします。ゆっくり物を見ながらこう合わせていく感じですね。せーの。こう。これでね、くっつきました。さあ、そしたらね、どんどんいこう。上半身を接続。おお、だんだんね、でかくなっていきます。さあ、そしたら今度は腕。 腕はここの切り欠きでこの中にジョイントがあります見えるかなこのままこうパチッとはめますせーの反対側も同様さあそしたら今度は肩いいねだん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 強化されていく先にこのパーツをここに合わせて後ろからここでねロックするような感じですね この部分、凹凸を噛み合わせる。反対側も同様。こそしたら、胸部アーマーは、こことここ。この両側のやつを使います。こういう感じで引っ掛けて、ここでロック。さあ、そしたら最後、ヘッドギア。 この頭部の、ここの部分をね、倒し、ヘッドギアを、このように、正面から、取り付ければ、合体完了マックスビクトリーロード <laughs> おー、見事にね、合体しました。お帰りって感じだよね。ちょっと手に持ってみよう。大きさがね、この時点で、頭の高さでおおよそ18センチ。 結構ボリュームがあります。いいね。何がいいってさ、そう。この足がね、こう分かれてるところがいい。ちょっと早速比較してみようか。じゃーん。当時のデラックス超合金のね、マックスビクトリーロボット一緒に並べるとこんな感じ。足がね、繋がってます。もう、やっぱこのシールがすごい効いてる。当時のデラックスにもうかなり近い感じですね。 早速、近くでじっくり見ていこう。まずは、頭部。この目のところはシールを貼っています。これはね、ライナーボーイは、あーパーツが選択式だったんだけど、これはもう貼るか、あ貼らないかの選択のみですね。まあせっかくなんでシール貼りました。それ以外は全部塗装済みとなっています。うん、この胸部とかね。この腕。それから、この腰回り。 ここら辺はね、あの、アップグレードがあります。後でお見せしますね。で、足がちゃんと分かれてます。こういうところいいですね。後ろから見るとこんな感じ。昔のデラックストイはね、結構、ごつかったんだけど、うん、すっきりしています。で、早速ね、アップグレードさせよう。これが、まあ、放映当時のデラックストイアレンジ。で、今回のスーパーミニプラ版は、なんとね、ここのパネルを反転させると、こう、肘関節がね、こう動くっていうね。 で、こう、一体感があるパネルになるんだよね。これ素晴らしい。ここを、こういう風にします。で、この足なんだけど、ビクトリーロボを組んだ時に、えらい長い関節がこう出てきたと思うんだけど、これ引っ張るとね、じゃん。こういう風になる。すごいよね。あの、着ぐるみのやつって完璧に足がこうやって出るんだけど、この分だけね、長くなります。反対側も、こうね、伸ばすと、じゃーん。プロポーションがね、劇的に変わります。 これすごいよね。で、さらにこのマックスノバ。このブルーのパーツごと外し、このパーツに交換するわけですね。で、外したパーツは、こういう風に、ブルーのパーツを稼働させて、こことここ。足裏にね、取り付けておくことができるんです。ちなみにさっき取り付けたここのパーツもここに取り付けておくことができます。こんな感じ。これでね、パーツが余らずに、じゃんアップグレード完了 各部がね、効果的になってます。こっちの方がね、着ぐるみっぽいんだよね。いやプロポーションが、とにかくかっこいい。<laughs> 改めて、可動範囲もね、見ていきましょう。これは、ビクトリーロボの時と、頭部は大体同じ。それから腕。まあ、この辺も大体同じで、すごいのがね、こう、肘が曲がるってやつですね。さっきのカバーパーツを展開したことにより、こう、動くと。手首が大型化しています。ここにロールがあって、足回り。 アップグレードさせると軸としてはこんな感じ。だから超細いです。少し設置性に、接地性が気になるけども、まあこういう感じでね、動くわけです。で、あとはこのサイドスカートもちゃんと開く。で、なんだったらね、この横のカバー。ここもちょっとこう開けば、こうさらに足が動くと。まあこういう感じになります。それから膝は干渉するものがないんでね、このようにビクトリーロボーの時同様に動き、あとはね、足首の、このライナーボーイのところがあるわけです。 各部を動かして、アクションもうこんな感じでさ、あのビクトリー、マックスビクトリーローがさ、こんなかっこいいポーズできるとはさ、本当に夢にも思わないよね。近くで見ると、こんな感じ。さあ、そしたらね、再び腰のパーツを元に戻し、そう、マックスノバ。これもね、ちゃんと劇中同様に、このキャノンの部分がね、展開します。じゃんマックスノバ あのね、必殺技のこう一,斉一斉射撃のね、この形態を再現できます。離れてみるとこんな感じで、後ろから見るとこんな感じで、腰横に取り付けていたさっきのアタッチメントパーツはこういう風になってます。さあ、そして最後は比較。分かりやすいところから行こう。ロボット魂。マスターグレードのガンダムと一緒に並べるとこんな感じ。このね、足のところをアップグレードさせると18センチだったのがちょっと大きくなります。 マスターグレードよりちょっと大きいんで、20センチぐらいかな。結構なね、ボリュームがあることがわかります。さあ、そして最後の比較はこれですね。過去のスーパーミニプラの人型形態の強化合体は、今回で4個目だと思うんだけど、まあこういう感じになります。あのね、グレートイカロス。これが一番でかいんだけど、スーパーライブロボ。 ま、このスーパーギャラクシーメガと中間ぐらいのサイズなんだけど、まあ、足を伸ばすとね、ちょっと大きくなります。おー。いいね。本当にスーパーミニプラ最高。あとはこれか。グランドライナー一緒に並べるとこんな感じ。まあ、グランドライナーはとにかくでかいんだけどね。うん。だけど、この今回のマックスビクトリーラボもかなりね、大きいものだというのがわかります。 あとは、どうしても一緒に並べたいものがあって、これがね、OA 当時のマックス・ビクトリーロボ。さっきお見せしたやつなんだけど、僕ちょっとだけアップグレードしてる、もう一つのライナーボーイがあって、これ足がこう分かれてんだよね。こっちバージョンで比較すると、じゃんこういう風になります。こっちの方の改造は、このビクトリー、あの、マックス・ビクトリーロボのね、レビューの時にね、こうじっくりその、何がどうなってるかをちょっとあれしてるんだけど、 まあちょっと僕の自己満でこれと一緒に並べたかった。おー。やっぱこのスーパーミニプラはアレンジが効いてて最高だね。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回のスーパーミニプラ99戦隊5 5 5特急武装ライナーボーイとマックスビクトリーロボのレビューいかがだったでしょうかこうね、懐かしみながら。こう一緒に触って遊んだ気持ちになってもらえたなら本当に嬉しく思います。もう感無量だね。 もうなんだろう。変な話さ。このバンダイのキャンディー事業部ってさ、変態がいるね。こう、愛すべき。こう、リスペクトを込めて、もう僕は変態だと思ってんだけど、最高だよ。もう、愛されるべき変態がいます。本当に最高です。とにかく足が分かれてて、こんなにかっこいいマックスビクトリーロボ。もうこれが出てくれたっていうだけで、もう本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。あー、そうだちょっと忘れちゃった。 ちょっとこれ食べます。いた,いただきます。美味しいラムネ本体ですね。今日はどんな味だろうか。うん。うん。あ、これさらに柔らかくなってるような気がするな。うーん。うーん。あいだね、まとい兄さんなら、男なら黙ってラムネ食えって言いそうだけど。<laughs> 味はね、 ああ <laughs>。やっぱ甘いね <laughs>。さあ、というわけでね、次回はブラックマックスビクトリーロボがね、発売を控えています。そっちも楽しみだよね。で、スーパーミニプラの展開としてはね、次はなんと、超電子、バイオマン。バイオロボもめっちゃ楽しみですね。ある意味僕は直撃世代なんで本当に嬉しいです。 この動画を見てるあなたはスーパーミニプラであれが欲しいとかね、これが欲しいっていうのあるん僕は、僕も本当にいっぱいある。もしよかったらぜひ意見を聞かせてください。もうこれは本当に大満足。これからもずっと大事にします。今回の動画、面白かったな、楽しかった。<laughs> 一緒に遊んだ気になった、参考になったという方、チャンネル登録と熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。それから僕は Twitter もやっています。Twitter のフォローもどうぞよろしく。 あと、どんなことでも結構です。みんなからのコメントを待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おでのでしう。またねー <music>